クスクス子育てママトーク2021年一発目は、おなんと初めてです、初のパパ、パパ芸能人はこの方、次長課長の河本純一さんです。お願いします。お目にかかるためはに出ました、いただきました、ありがとう。まあ事務所内でもこれぐらいの、まあ、受けなんだろうなというのはもう事前にこっちでリサーチしております。まあ、大体もう分からない世代がスタッフなんだろうなということはもう、いや、マネージャーの教育がなってなかった。今笑うとこでしょ、いい北見くん。そうだよ、もう実際の人が笑ってないです。笑えよ、お前も直近の人も笑って、直近は笑いなさいよ。面が伸び伸びです、ね、もうぐにゃぐにゃなってるよ。でもしずすって、それ見せてもらってお願いいたします。いや、私はもう、ええ、次長課長の河本君と呼んだことがない。もう次長次長って、ああそうですね、ずっと呼ばせてもらってて、ああ言ったらもう、私もともと吉本で、今はもうホリプロコムという、はいはい、とこなんですけど、うん、吉本の NSG13 期生の同期で、うんうん、でまあ、その同期のお話とかはいろいろ河本純チャンネルの方に出させていただきまして、ああ、はいはい、お話しさせていただきましたので、ええ、今日はもうこれ子育ての話を聞きたいんですが、うん、ね、私だからね、次長に子育ての話を聞く日が来たんやって、それもちょっと感慨深いもんがね。いや、もう永遠の中二というか、分かるわ。中二病から、うん、僕は一回もな、もう末期症状で、うん、もうずっと治ってないんですよ、そもそも。中学校2年、相方もそうだけど。二人とも中二のまま。中二のまんまやん。まあ、見た感じ分かるやん。ただの考え、そうかも。初めて会った時が19、20歳やったもんね。そうね、19ぐらいの時、そう、ね、同い年だから、だからもう高校卒業して入ってるんで、うん、はい、それこそ社会人やったことないし、そうやな、まあ、そもそも本当に不適合者、社会不適合者ってさまさまよく言うけど、マジでそうなのに、子育て大丈夫なんてほんまに言われてたから、うん、そうやろね、大丈夫みたいないやいや、むちゃくちゃ飲んで遊んでるけど大丈夫なみたいな、それむちゃくちゃ言われた。うん、そういうむちゃくちゃ遊んで子育て大丈夫って言われたお子さんは今何歳と何歳になってるんですか？高2ですね、上が男の子、高2、下男の子が高2、下が、小学校5年、女の子です。すごい、うん、そんな大きい子のお父さんやってるなんて信じられへんけど、まあね、俺がちっちゃいのに、うん、子供の方もでかい、遠にでかい。いつで抜かれたの？中2の中3にかけてぐらいみんな伸びてたし、ちょっとね、珍しくラグビーやってるんですよ。これなかなか野球、サッカーってまず球技の中でドーンって二大巨頭ある中、うん、ラグビーワールドカップがあったから始めたんではなく、それよりも前にもうラグビー中学校からやってるから、中1から。ただですね、怖いんですよ。ごついでしょ。本当に切れた時、ガチでタックルされたら俺もう危ないよ。今危ない、でっかいんだから。何センチぐらいある？もう俺が160、まず3しかないかもう170は意味にあると思うんで。まだこれから伸びそうやもんね。まだ高2やもん。ガンガン伸びるよ、今の頃。怖い、ほんまに怖いと感じた。怖いと感じた。本当自分の息子、あ、ちょっとなんか怖いかも。怒らせたらあかんな。なんかで1個言い合った時はガンって来るのかなとか、あ、そういう怖さを感じた。感じる、うん、そんな年齢になったお子さんを持つ次長、うん、ね、河本君ですけども、うん、私、うん、多分同期の中で一番結婚早かったと思うんです。そうな、多分早いな、うん、何歳で結婚したんですか？26。すげえ、26、うん、だからそのね、いつも絶対にゲストの方には聞いてるんです、奥様との馴れ初めいつもはご主人との馴れ初め恥ずいよな、いや私も聞くのが恥ずかしいよ、なんかなんだって言うた、相手の方はもうアイドル、大阪でアイドルやってた人でしょ？やってたらしいんやけど、それは知らないのよ。は？俺それ知らんから。え？アイドルをやってるっていうことは知らないまま紹介されてるんや。そうなの？いや、まあ、大阪パフォーマンスドール、うん、まあ、そのグループがあったのは知ってるけど、うん、その今の妻がそれを、うん、所属しててっていうような話はまだその時は知る由もないというか、もうとっくに辞めて、うん、東京に行ってる状態なの、向こうが、うんうん、で俺は大阪でずっとやってる、うん、でそれが実家が大阪なんで、大阪に遊びに来た時に紹介されたっていうのがあれなんで、うん、俺は東京の人やと思ってたんだよ、単純に。何、
私はね、普通になんか番組で一緒になって、うんうん、そこからなんかこう終わってから飲みに行くようになって恋愛とかじゃなくて、なんか紹介から藤本さん、藤原の藤本、どんな子なの紹介する、藤原の藤本が当時付き合ってた彼女の友達じゃあなんかそんなもんねや、あるやん。ほんで藤本はそのことを痛いわけよ、自分の彼女と痛いやん、うん、あのそれ終わりは、うん、だけどな、その藤本の彼女はむちゃくちゃうちの今の嫁さんと仲が良かって、うん、常に藤本がもうその子の分まで出してよ、うん、ご飯代も、うん、でいつもなんかついて回ってるような感じやったんやけど、うん、そこに俺藤本とずっと仲良かったんで、うん、一回飯ついてきてくれへんみたいな、うん、いつも3人やから そこに男もう1人とついてきてくれへんけど、うん、もちろんですって言って、うん、あすいません、はじめまして、まあ、俺実は芸歴が向こうの方が1年上なんで、奥様、うん、奥様、うん、まあそれもあるんだけどその時知らないんで、うん、まあとりあえず敬語やん、うん、にしても、うん、先輩の彼女の友達なんで自動的にその年下なのに上がるという、繰り上がる、うん、でもするみたいな感じで、うん、でご飯食べてバーッとしてたらもうその2人がパパッと、ほなお前あとちょっとあの頼もうわみたいな、藤本さんと彼女が、うん、うん、えっみたいな、うん、どうされますみたいな、いやあの終電がないんで、うん、いやいや、どうそれ言われてもみたいな、うん、いきなり先輩に紹介した人を、うん、なんか変な感じにしても後でチクられても困ると思ったから、最初は2部屋ある俺の部屋の一つはあの後輩と一緒住んでたんやけど、俺と後輩が一緒に寝るんで、うん、こちらお使いくださいって言って、うん、そこにあの朝まで寝てもらって、うん、で朝になったら送りに行ってみたいな、だからそれが最初やから、あ、じゃあその指一本触れるも何もないんだ、うん、でないどころか、フジモンにもあのそういう付き合うとか、うん、そういうあれはもうあかんで、うん、で俺の性格も知ってる、お前のその遊び人に、うん、よう紹介せんからみたいな、うん、だからそういうがっつりな紹介じゃなく、うん、ご飯一緒についてきてが最初なの、うん、でそれでこうそういう風な感じで断るためだから俺の家に泊まってどうぞ寝てくださいみたいな、うん、逆に言うとなんかすごい俺はなんていうのいい後輩という感じで、っていうかその女性からしても紳士よね、芸人さんやし若手やし、なんかすぐなんか警戒心を持って行ったけど、ね、うん、何もないから、あ大丈夫やこの人みたいなの、そうかな、で何回かの時に、うん、実は OPD というアイドルで、うん、吉本の一個上のお前の先輩やねんでっていうことを知るのよ、うん、で余計に先輩後輩な関係になったので、うん、余計なんかこうなんていうの、なんかちょっとした感じではなんかパパッとこう遊びでとかっていうわけにいかんなっていうふうになったから、うん、ずっと後輩と先輩の関係が、え、その関係の時には恋愛感情がお互いない、全くない、いや向こうは知らない、向こうには聞いてないので、聞いてないけど俺はない、むしろダメ、そういうのはダメなんだというやつでちゃんと丁重に扱わなきゃみたいな、うん、それがどっから恋に発展していくの、それ、いや、やっぱりそれは一つ屋根のところに、そりゃそうやね、何回も何回もしてもうええ加減23歳でもんもんとしてんのに、そりゃそうや、どんだけ俺後輩と一緒に寝なあかんねんみたいなとかなるやんほんで実はその隣の部屋はそれ用に、今の嫁はん用に一つ部屋をこう布団引いてどうぞってなってたけど、うん、布団以外のベッドももちろん後輩が寝てるベッドもあるんやから、あ、もともと後輩の部屋みたいな、そりゃそもそもあるんやから、うん、ほんでなんかある時に、うん、話をもうちょっとしたいからっていうので、俺がそっちの後輩のベッドで、うん、奥さんがその下でっていう、そこでずっと喋るみたいな、寝転びながら喋るみたいなのがあった時に、ちょっとそっち行ってもいいですかって俺が言うたら、いやもう限界が来た時もパンパンじゃんストレスパンパンしゃべない、っていうかもうね、わからその時も今の現在の奥さんやけど、もうそれはもうそうなる日が来るって覚悟してると思うわ、じゃないともうおかしい、こんなに泊まれへんよね、泊まれへんし、まず一緒の部屋のこのベッドと布団の時点でもう来るやろな、こういう方がおかしいって思ってると思う、思ってる、はい、ってことは気がないととりあえず泊まらない、うんうん、まあそれやったら何も聞かずに俺そのまま自分のなんかもうストレスがパンパンでも言うだけ言っちゃったみたいな、うん、それをしてから付き合ったもんだから、うん、フジモンに、うん、いや絶対にやめてくれって言われてるのに禁断の果実食べてしまったので、うん、いつ言うかいつ言うか、しかも相手東京なんで
朝帰るんですよ、東京に、うんうんうん、で俺大阪で仕事あるやん、うん、でこれ遠距離がもういきなりスタートしてもだから、うん、言いにくい、なかなかどういう状態で付き合ってたとか付き合ったっていうことを言うのが、うん、むちゃくちゃ言いにくい状態でずっと黙ってたよ、うん、一切言わず、すごいな。でもさ、うん、奥さん、その彼女は友達と仲いいのか言うちゃん、そう、でもその彼女が偉くて藤本には言わんとこうなと、うん、でも付き合ったってことはもう言うてたらしい。で、どないしようと、どういう感じでみたいな、うん、で、それは向こうは向こうで作戦と取ってたけど、うん、東京なんで行かんと、うん、なかなか会いに来れないっていうのがあるので、うん、完璧に付き合ってるなっていうところまでバレんのちゃうかと、うん、あのめったに帰ってけへんから、うん、で、その時は丁重にという、いうふうに感じにすれば、うん、またバレへんのちゃう、バレへんのちゃうがもうむちゃくちゃ月日が流れてそのままずっとこう深まっていくもんやから、うん、で、そうこうしてたら俺は俺で別に大阪の仕事がちょっと、うん、自分の中にぬるいかなと、うん、ちょっとこうぬるいお風呂にずっと浸かり続けてたら熱いチンチンの東京のお風呂に入った時になんかもしかしたらこうなかなかスムーズに行かれへんようになるの怖いなと思ったんで、うん、その時期に東京に行きたいっていうことを吉本にこう伝えて、うん、あの彼女が東京にいるなし関係なくして東京で勝負したいことも相方に伝えて、うん、行くって決めたんで、うん、行くんだったら彼女も向こうおるけど別々の部屋で家賃ももったいない、いやもうあかん、これはどっかでもう一緒に住むイコール一緒になろうって言った方が早いかもしれへんって言って東京に行った時に向こうにもう一緒になりませんかっていうことを伝えて、それは結婚しようと、結婚してくれた、それさらっと今流してるけどどういうふうに言うの、そのドキドキするやん、結婚しようっていうことを、結婚しようもあんまりこうなんかがっつり構えてしまったら向こうがいやちょっと待ってくださいって言われるのがやっぱ怖い、男としてタイミング違うかなっていうのも怖いから、面と向かってちょっとここに座ってくださいみたいな、こういうのはもうやめとこうと思ったから、テレビ見てて相手後ろで見てて俺前で見てて、テレビがあってっていうこの並びの時に、うん、自分らが好きな番組なんかドラマやったと思うんやけど、うん、それが終わった後にテレビ消して、一緒なのかみたいな感じをテレビ越しに言ったんや、変な感じが、顔もミント、顔もミント、ただ俺はもうテレビ消した時にあのその黒っぽいところで見えてるわあーなんかいいやなんかいいやんか、これを言ったんだなって言ってその時、でもさそのドラマ見て終わったら言う時、このドラマが終わったら言おうと思ってるわけでしょ、俺ドラマはほとんど見てないと、もうそれ言うって決めてるから、決めてるからちょっと緊張して、もう結構その分は緊張してるかもしれないけど、そりゃそうやで、ほんでそのドラマ決して枕の中画面で目やって、うん、結婚しようって言った時に奥さんも思ってた、いやそれはもう泣いてたと思う、泣いてたんちゃうかなと思うな、あ喜んでる、うんだと思う、でそっからちょっと愛を育んでできたのが息子で、そうやな、え待って藤本さんどこで行ったの、そうだから一緒になれた、もうこれお付き合いしてますは中途半端になると思ったから、結婚まで最初は結婚しましたにしたろうと思った、俺の中で、あ覚悟決めたんやったらもうっていう風に、それを別れるとは藤本も言わへんやろうなと思ったんで、番組収録終わりに藤本ちょっと直美あ嫁と結婚することになりました、うん、ブワーってなってたけど、だって付き合ってることも知らんのにはぁみたいな、お前あかんって言ってたのにあかんって言ってたの飛び越えて結婚みたいな、うん、お前とんでもないな、お前いけるかお前みたいな言われて、でも頑張りますみたいな、ほんまにそんな感じ、でもそれが結婚今十何年目、17、18年目かな、だからすごいやん、うん、すごいかな、すごいよ、そんな多分周りからはすぐ別れねえとか思われてたかもしれへん、うん、それは言われてた、言われてた、紙も4枚出てるし、紙4枚、離婚届も4枚出てるから、いつ、それはもう18年ないね、嘘やな、そんな出てるの、うん、全部嫁はんからの、あの紙やけど、それもそんなあるよ、夫婦やもん、あれよ、それ渡される時って、あ、もう渡されて当然なら何なのか、今渡されて当然なことしてるなと思ってた、もう酒に酔って帰ってくる、うんうん、それで言い合いになる、うん、向こう酒はもう飲めない人だから分からない、うん、お酒で飲む、うんうん、お酒で仕事ができてる、仕事につながるねんっていうことをよく言ってたらしいわ、う
うん、お酒の席の場で仕事が決まることがほんまに多いんやみたいな、うん、だからこれは遊びやないねんって言うてんねんけど、そのたんびにお姉ちゃんもついて遊びの時もあるわけや、うん、僕はそれがもう人伝いに聞こえてくると、うん、子育てもあって腹が立って仕方がないわけよ。そりゃそうやな、うん、だけどもうそれがもうお互いと使ってもう何回たんびに髪がもうパーンと届いて早押せみたいなでそのたびに俺はベース吉本のとこ行って井ノ口さんっていうあの女性の方がいるけど、井ノ口さんこれまた来ました赤髪ですって言ったらもうすぐシュレッダーかけてくれて今でも元までもあんなもんあので直美のこともすごいよく知ってる人だったけど、もう2日もしたら忘れるからもうその人おらへんから俺髪ずっと俺溜まってたわ俺裏に立てたじゃん、うん、まあがあるのが、まあ、夫婦ですから、まあ、あの一方的なこういう理由でっていうことはよう言わんけど、相手側もの意見が、まああるんですよ。だからいろいろあってもですから。今自分はね。まあ、ちょっと話戻るけど、じゃあ自分の中で結婚しようってなった時に、向こうのご両親にご挨拶っていうのってあるやんか。それな。私それってうちの旦那もそうやったけど、めちゃめちゃ緊張したっていうわけ。ガチンガチンどう？これはまあもうね、多分リエちゃんの見てる視聴者の方々はもうええ人ばっかりやから。あんた最低やなって言われるかもしれないけど、うん、緊張を超えてしまうと眠たくなるってご存知です？ご存知じゃないよ、あんた寝たの？いや、緊張って呼吸がうまくできないんですよ、緊張してるんで、うん、で、酸欠状態になると人って眠ちょっと眠くなるんです、うん、で、僕らって2人ともお父さんいないんですね、若い頃に、うん、離婚してるんですよ、うんうんうん、で、どっちもお父さんのスタイル知らないのよ、ちっちゃい頃に離婚してもうて、はあはあ、で、うん、そっから再婚、まあ、したりしなかったりってうちのもあるけど、うん、あの向こうはもうそういうことはなくて、うん、だからお父さん像というのがそもそもない、うん、なのでご挨拶はお母さんに、なるほど、でお母さんはお母さんでその当時、まあ、お仕事をされてたりとか、まあ、お付き合いもあるでしょうから、ちょっとあの俺がいた時に待っといてくれって言われた、うん、で2人で待ってたんやけど、うん、なかなか帰ってきませんねっていうぐらい帰ってこなかった、うん、今日挨拶って知ってるんです知ってるの、怖い、あ、分かんない、これは後からもう推測だけどわざと試したんかなと思うぐらい帰ってきへんかったよ、うん、ほんであまりにも緊張してる俺がずっとこのままやから、うん、多分嫁がいやまだ多分帰ってきへんから、うん、そんなに今かしこまってもしゃあないから今はゆっくりしといたらって言うから、うんうん、ソファのとこでゆっくりしてたら、そのままもう落ち着いてるみたいな、むちゃくちゃ眠くなってきて、お前ちょっとだけあの来たら言うてみたいな、うん、で、わーってやってる、うん、マジでねと思って、うん、でもなんか自分の肌感で結構寝てるなって思ってたけど、うん、嫁はまさか起こさへんと思うから、うん、でも悪ノリでお母が帰ってきてんのに、うん、起こさず二人ともずっとそれ見てて、うん、みたいな、パッと見たらもう結構な近い距離におかんがおって、うん、向こうの、うん、むっちゃ寝ぼけながら奥さんくださいって最低あんたおかんですいやいやそれでもなんとかせなと思って奥さんいただくださいってこうやってこんな感じで言うて、それでもうむっちゃ笑うて、うん、お前なんやねんって思ってなるよお前それ芸人やなって、それでもなんとかくださいって言うたんやみたいな、うん、大阪の人ですから、もう好きにしもう二人でみたいな感じになったからよかった、もうそんな感じやったらもうほんま最低やなと思いながらもなんとか言えたみたいな、ギリギリで寝てません、寝てませんでしたみたいな感じ嘘つけみたいな感じになったけど、あでもそれを許してくれるお母さんがすごいというか、うん、まあ、可愛らしくやなと思ったよね、お前。そうね、やっぱりあの今もその電話してもやっぱ純ちゃん純ちゃんってなってくれるし、うん、良好なので、うんうん、まあ良かったですかね、うん、うん、今あの別れたお父さんも、うん、今はやっぱお孫さんみたいからやっぱお父さんも来てくれるし、うん、あ本当、うん、なのでまあそっちの方がね、うん、仲いいんでいいですけどね、うん、うん、いや私全然知らなかったね、その結婚のなりそめもそうやし、そういうおか、ね、向こうの両親に挨拶しに行くというのは、ね、まさかそんなんっていうのはあれでしたけれども、言わないですね、こういうの言わないね言わないし、いや私誰が一番すごいって向こうのお母さんやもん、まあまあね、うん、うん、いやすごい、うん、ということでですね、はい、まあ、今週は毎回毎回、はいはい、毎週土曜日に、うん、4週にわたって聞かせていただくんですけども、はい、来週は、うん、
子育ての話を。うわこれもしたことない。はもう子育ての話聞きたいんですよ。子育て論なんかほんまに喋る場所ないやん。あんまり喋る場所ないけど子育てする場所は散々あったんだ。あそうね、もう子育てね。いや私はなんだかんだでいい、なんかイクメンやってますみたいな、そういうお父さんじゃないお父さんの感じなんやろうなと思って、ちょっと楽しみにしております。ということで来週も、はい、次長課長この時のお話聞いてください、はい、お願いします。